ベトナム漁業資源監視局は、ベトナム農業農村開発省水産総局の管轄する政府機関である。ベトナム水産総局管轄下の法執行機関として2013年1月25日付で正式に発足した。ベトナムの主権水域における漁業取締権限を付与された非軍事組織であり、紹介、検査、指導、不法行為の検挙。 処理を任務としている。漁業資源監視局は、海軍、海上警察、変貌部隊と連携して任務に当たることとされている。ベトナム漁業資源監視局は、4つの地方、漁業資源監視局からなり、それぞれの管轄下にはいくつかのより小規模な支局がある。中型漁業監視船 KN-772、海上での監視、取り締まり活動のため、漁業監視船を保有している。 2014年5月に本格的に活動を開始した時点では450トン型の中型監視船と100から200トン級の小型監視船を中心としていたが、その後も装備の充実に努めており、2014年7月にはヘリコプター搭載設備を有する2000トン級の大型監視船が収益した。以後も2000トン級大型監視船6隻。 中型監視船15隻を整備し、監視船50隻以上の体制とする計画である。日本に対しても、監視船の増強のため ODA を活用した船舶の供与などの支援要請が行われている。所属する漁業監視船は、KNO 船体番号に関した番号船名である。ありがとうございます。